池添厩舎のエースから日本競馬のエースへ、山勝エースの土屋助手です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと土屋助手がですね、今日はあの山勝エースとツーショットで行けということなんで、こういう形になっておりますが、もっともっと近づいてください。土屋さん、もっと近づいて、明らかに、はい、あの前走の前におった時と気構えが違うんですけど、あ、やっぱり一回使ったんでね。やっぱり一回使ったんで相当なんかちょっと かわいそうなんで威圧感を感じるんです。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。全然大丈夫。でもさっきなんかちょっと毛が噛まれたりとか、あ、ちょっとあの、ね、油断をしてて全然大丈夫。え、そうなんですか。やっぱり甘噛みは甘噛みなんですか。いや、多分本気だと思います。本気ですか。本気は思います。え、やっぱり競馬一回使うとそんなに馬って変わるもんなんですか。やっぱ変わる馬はね、変わってくると思います。でそれはやっぱり競走馬としてええことなんですか。僕はいいことだと思います。あ、まあオンとオフがあるのが一番いいんでしょうけど、うん、まあこの回はちょっとね、うん、中2周っていうことなんで、はい、あんまりこう緩ますこともなくっていう感じで、いい感じの緊張感を持たせたまま実装かな。おお、これね、兄弟なんですよ、姉妹なんですよ。向こう山勝プレーです。前回の映像突然運動しまってびっくりしたけど、そうなんですよ、焼き餅焼いてるんです。あ、妹が、妹がお兄ちゃんばっかりと。そんなことやっぱりあるんやね。やっぱあると思います。やっぱり馬ってかまってほしいんですか。やっぱり物をくれる人にはね、やっぱ甘えたりするところもあると思うんで、その点やっぱりちょっとお兄ちゃんになってきたらエースぐらいになるとどっしりしたものなんですか。うん、そうですね、うん、どっしりしてるのか、うん、してないのかはまだちょっとわからないですけど喋らないんで喋らないからね。前走でも強かったですね。そうですね、思った以上に強い勝ち方をしてくれたんでね、ちょっとほっと一安心って感じ。有馬記念4着が本物やったいうことはもう分かりましたね。そうですね、うん、まあ、今回でも北サンブラック、マカヒキと強い2頭いますけど、あのレースちょっと見たら土屋さんも力入ってくるんちゃいます。いや、こっちはチャレンジャーなんでね、謙虚に行きます。もうね、もう調子はだから中2周ですが、中2周っていう感覚はどうですか、山田先生。前回の金庫賞から有馬記念の時も中2周のローテーションだったんで、その辺はあまり失敗してないんですけど、うん、まあ今度はやっぱりちょっと前回はね、うん、人気薄だったんですけど、今回はちょっと一角になるみたいなお話なので、なりますよ。ちょっとあまり緊張せずに、うん、フラットな状態で臨めるようにとは思ってますけど。ただ一点、もう僕もこれだけ土屋さんとインタビューさせていただいてお世話になってますから、もちろん応援してるんですけど、阪神コースが0004なんですよね、はい、ここはどうですか、気にしなくていい。僕は何にも気にしてないですけどね、たまたまじゃないですかね。まあ、特にやっぱりこう今の強くなってからっていう意味で言うと、ね、そうですね、やっぱりいろいろこう分析すると、うん、あのいろいろ0004が出てくるんで、はい、まあ、さあその辺は調べてもらえれば、それも分かりますか。分かると思います。あ、分かりました。じゃあもう我々もね、しっかりと0004の意味をちゃんと分かって、はい、大丈夫やという土屋さんのコメントを、まあ、データで絞り出したいと思いますけども、まあ、理想とするレースありましたら、ちょっとどんなレースが理想的ですか。前走みたいなレースかね。前走みたいなレースをしてもらえればね、うん、まあ前には北さんがいて、後ろにはマーカー引きがいていて、うん、両方見れるようなレースをしてもらえれば、あとはね、ここまで来たら運があるかないかなんで、馬に託して、ジョッキーに託して、はい、当日、まあ、たくさんの不安が、まあ、第1回の G1 大阪杯ですから、阪神競馬場に来るかと思いますけど、パドックでどんなところを僕らは山勝エース見たらいいでしょう。普段と変わりないかどうかだけ見てもらえればね。普段とも前走と何も変わりなければ、僕はいいと思いますね。決断良くなる必要もないし、ということですね。なんかちなみに装飾というか、そうなんですよ、馬装はなんか土屋さん自身は G1 やから言うて、いや、人間がスーツ着るぐらいですね。あとは何も変わらない。何にも変わらないです。ちょっとスーツ着るのはどうですか。土屋さん自身はなんか、もう着なくていいっていうんであれば。あ、今着なあかんんですか。今 G1 は強制なんで。あ、そうなんですね。はい、あ、これじゃあもう、まあ、いやいや言うたらおかしいですけど、はい、いやいや着なあかん、ね。いやいや着まんなきゃいけないんですよ。まあでもそれはね、おそらくは表彰式に皆が立つであろうという可能性の中での。ね、立てればだと思うんで、いいですけどね。
あのウィナーサークルで表彰式で土山さんって大きな声で勝った時には叫びますんでお願いします。はい、アイスを一つ振ってください。はい、わかりました。はい、期待しております。ありがとうございます。山勝エースの土屋女子でした。ありがとうございました。